い、皆さんこんばんは、ガミです。はい、僕はですね、今どこに来てるかっていうと、大阪のね、天満っていう場所に来てるんですが、今日はね、電車の動画じゃないんですよ。何の動画かっていうと、僕ね、本当ね、何度も言ってるけど、愛子が大好きなんですよ。で、愛子のもう聖地みたいなもんじゃ焼き屋さんがこれなんですよ、ね。そう、だからね、本当大阪来るたびに毎回ここもう来たいぐらいもうすごくもう気に入ってる場所で、もう今回来るの2回目なんですけど、じゃあちょっと早速行ってみましょうか。店内どんな感じなのかね、うん、見ていきましょう。そうね、ここ大阪なのに普通に東京もんじゃ焼きって書いたんだね、うん。で、見てみると愛子っぽさは、あ、もうね、すぐあるんだよ、こうやって。わかる？これおすすめくんの、これも全部愛子なんだよ、これすごいね、これ本当すごいテンション上がるわ、マジで。で、これとかさ、まとめ2のやつ、いや、いいね、これ。アイコの写真とかも貼ってあってね。ピエロも演出入ってたけど、なんかみんなめっちゃ椅子に座ってるの、順番に座れてみたいな。まあ、じゃあこれがね、メニューになるわけなんですけども、ループ大阪さんは知ってますよね。はい、そう、大角くん知らないよね。知らない。そう、何があるかっていうと、これね、まあ、こういうふうにメニューがいろいろ書いたんだけど、これ飲み物がね、これ全部ね、あ、全部じゃないんだけど、飲み物が、どこのページだろう。どこだろう。こうやっていろいろあって、そう、あ、これだ。そう、飲み物がね、これ愛子の曲面になってるんだよね。本当だね。これすごいでしょ。めっちゃいいでしょ、これ。いや、これはもうカブトムシカッココーラ、カブトムシコーラなんだね、うん。あとボーイフレンドがグリーンティーで、花火がユズその他諸々って、ユズその他諸々で、初恋がオレンジとレモンって、いや、いいね、マジか。え、大隅くん何がいい？俺はね、うん、俺は何しようかな、うん、じゃあ花火にしよう。花火するの。いいね、やっぱアイコのこうやって写真とかも貼ってあって、うん、じゃあ俺どうしようかな。俺確かこの間来た時初恋を頼んだから、じゃあ俺今回ロージーにしようかな。待って、大隅くんが花火か、で僕はロージーで、ループさんが普通の山ぶどうということで、じゃあ今日は一日お疲れ様でした。乾杯。はい、乾杯。じゃあ飲みましょう。あ、めっちゃうまいのこれ。あ、これうまいっすよ、ロージー、うん、どうですか。あ、山ぶどうも変わってるんですか。おお、マジか。お酒じゃないです。お酒じゃないですか。うん、え、どう、花火って感じする。花火って感じが絶対嘘でしょ。面白いね。12年前の PV 集の発売のこの予告のやつが貼ってあるということで、気になるのがさ、このスターキラキラの後にさ、消されてんだけどさ、なんだろう、なんで消えちゃったんだろう。おお、本当は収録する予定だったけど、やめちゃったのかな。いいね。で、9月20日発売で、2006年の9月20日に発売されたって感じなんだね。大隅くんのスマホにもこうやってアイコの曲が入ってるということで、いいね。まとめ1がこんな感じで、そう、ジャケットがさ、俺のやつと違うんだよね。うん、まとめ2が入ってたの、パソコンに。パソコンに1曲だけ入ってたの。あ、マジか。キラキラだけ入ってたのか。だけ入ってた。え、なんでだろう。誰かが入れたんだ。誰かが入れたんだよ。マジかな。いや、結構いい曲多いから聴いてみて、うん。これコロコロ焼きっていうんですか。牛肉コロコロ焼きです。おー、うまそうですね。で、あとこっちジャガバターです。で、ジャガバター、ジャガイモの方は加熱したものを持ってきているんですけども、ちょっと焦げ目軽くつくぐらい焼いてやった方が、はい、バターの香りがついて美味しいので、いいですね、なんかしっかりめに焼いてください。はい、了解です。ありがとうございます。めっちゃうまそうだな、これ。マジか、いいね。だって時代がもう全然違うもんね。マジか、昭和の、でも行ってみたいね、どんな感じなんだろう。不老者のおっさんがたくさんいるんでしょ、だってみんな酒とつまみ飲んでんのかな。土方の兄ちゃんがいるのかな。いるのかな、マジか。でも東京とは全然比べ物になんないよね、本当に。東京の治安悪いって言ってもさ、結局なんだろう、道端でなんか博打が上げたりとかさ、生きった兄ちゃんがいるぐらいだけどさ、何も深刻な悩みだよね。もうなんかね、本当に不老者っていうだけでちょっとさ、なんか怖いって感じするよね。